天皇気候挙行為継承問題は、日本の天皇の位を継承し得る人数が、2000年代以後に極端に少数になったことに起因する問題。皇室天罰問題、女系天皇問題とも言われる。平成16年、小泉純一郎内閣総理大臣の指摘諮問機関、皇室天罰に関する有識者会議が設置されたことにより、関心が高まった。以降、 平成18年の久人親王の誕生を挟みつつ、行為継承資格者の少なさを解消する方法について議論が続いている。令和2年に取り行われた立講師の例の後、政府は安定的な行為継承策をめぐり有識者会議を設置する方向で検討に入った。だが、加藤勝信官房長官は、令和2年12月14日の記者会見で、 安定的な行為継承策の議論のあり方に関し、静かな環境で検討が行われる、要配慮する必要があると強調し、急がない構えを強調し、令和3年3月23日に首相官邸において安定的な行為継承のあり方を検討する有識者会議の初会合が開かれた。日本の皇室において天皇としての行為継承は、初代、 神務天皇からつながる男系のものがこれを継承するという原則によってなされてきた。男系、または、不系とは、該当人物から、父方の先祖を辿ってゆくと、歴代天皇、究極には、初代天皇の神務天皇に辿り着くことを意味する。この原則は、明治時代以降に皇室に関する方が、皇室天板として成分化された際にも引き継ぎがなされた。 と定められているつまりは、現行の制度上において、後位継承が断絶することなく継続していくには、男性皇族が配偶者女性との間に、男児を出産することが、前提条件である。言い換えると、男児が一人も誕生しない状況が数十年続き、出産に適した年齢の男性皇族とその、配偶者女性が、不在になれば、将来的には、行為継承者は不在になり、 皇室が自然消滅することになる。2020年4月1日時点における、この問題は、1947年10月14日の11、三宅51名の皇籍離脱に橋を発している。その後、昭和後期から平成時代にかけて皇室において連続して女子が誕生したことにより、若年の男性皇族が極端に少なくなり、皇統が断絶する。 危険性が発生した。2004年末に、公の議論が始まった段階で、男性皇族の最年少は、当時39歳の秋篠宮文人親王であり、以降誕生した皇族は、清子内親王から愛子内親王まで、9名、連続女性であった。名前右の、内に、当時の年齢、名前下に、当時の皇位継承順位平気。 この問題の解消策として、主に二つの対策が考えられうる。以下、この両案の概要について記述する。戦前戦中存在した旧皇族歴史的には、天皇と当園の男性皇族が皇籍を離脱して、進化となった例は多い。彼らの中には、神武天皇の男系、不系の血筋を残している者が少数になったことから、皇籍復帰することにより、 皇位継承者の将来的な不足を回避するべきだという案がある。元は皇族でありながら、これを離脱した者は、旧皇族と呼ばれるが、皇位継承問題の議論にあたっては特に、昭和22年に離脱した者たちを指すことが多い。この時に離脱した11宮家のうち、一部の家では、時代が下っても、男系、不系の血筋を継ぐ若年の男性が健在である。 令和3年3月21日現在、内五宮家は断系、不径が断絶支配下となっており、残りの六宮家が断系、不径子孫を有するようになっている。特に、これらの十一宮家が重要視される理由は以下の2点である。昭和天皇は、これらの宮家が GHQ の方針により功績離脱になった際、それまでの皇族親睦会を 菊江新牧会に改称し創設することを制止され、三宅とのお別れの時には、加藤進む区内富士町を通じて、万が一にも、行為を継ぐ時が来るかもしれないとのご自覚の下で身を、お慎みになっていただきたいというお言葉を送られ、その後も、旧三宅との密接な交流を維持されていた。数字は、題目。大々色背景は、功績離脱した時の十一三宅当主。 東伏見宮より人王は離脱前に皇居。近城天皇第一皇女子愛子、内親王女系天皇、または母系天皇とは男系でない人物が天皇となることを指す。すなわち、該当人物の父方の系統を辿っても、初代の神武天皇に辿り着かない。女系天皇であるか否かは、当人の性別とは無関係で、神武天皇に、 男系でたどり着けない場合は、本人が男性であっても、女系天皇である。そのため、女系天皇と女性天皇とは、全く相違な概念である。令和2年4月1日現在の皇室において、仮説上の具体例を挙げれば、近城天皇第一皇女子である愛子内神皇が、仮に天皇となった場合、父親は、近所天皇であるため、男系の女性天皇であって、 女系天皇ではない。愛子内神皇と結婚した配偶者の民間人男性との間に誕生した男子が天皇となれば女性天皇ではないが、母親は愛子内神皇であっても父親である民間人男性の祖先系統はいくら遡っても初代神武天皇にはたどり着かないため、愛子内神皇を初代とする女系天皇になるということである。なお、 いずれにせよ両者も実現しようとする場合、現行皇室天半の改正は要する。初代の神武天皇から第126代の近城天皇に至るまで、皇位継承は全て一貫して、断景で継承されており、歴代天皇はあくまで全て断景天皇である。また、天皇に限らず皇族の立場も、断景の大原則で貫かれており、 女性皇族が、進化の男性との間に出産した子供が、皇族とされた例もまた存在しない。小泉純一郎首相、野田義彦首相平成16年12月27日、政府は、皇位継承問題について、皇室転半の改正までを視野に入れて、検討するための有識者による、懇談会の設置を決める。翌平成17年1月26日、 小泉淳一郎首相の指摘諮問機関、皇室転半に関する有識者会議を設置し、議論を開始。会合では、行為継承原理の案として、以下の4案が提示された。第1子優先男女にかかわらず、直系の長子が行為を継ぐ。兄弟姉妹間で男子優先から姉と弟では、弟が優先して行為を継ぐ。男系男子優先従来の、 高等に属する男系の男子が優先される。男子優先男系女系に関わらず、男子が優先される。7月、有識者会議は、中間報告を発表し、後位継承範囲の拡大を提唱するとともに、女性天皇及び女系天皇の容認案及び男系継承の伝統を守る立場から、旧皇族の功績復帰による男系男子継承の維持の二案を具体案として、 提示した有識者議会は、あくまで、指摘諮問機関であり、法的拘束力は、許さなかったが、小泉首相が、その最終報告を尊重すると表明していたため、同行が注目された。10月、有識者会議は、女性天皇及び、女系天皇容人の最終指針を打ち出すための、調整に入ったことが、明らかになった。10月25日、有識者会議は、 全会一致で、行為継承資格を皇族女子と女系皇族へ拡大することを決めた。吉川座長は、同日の記者会見において、現行の皇室転範で、安定的な行為継承ができるかどうかを議論したが、将来、後継者不足が生じることは明らかだ。憲法で定められた行為の世襲を守るのが、女子、女系への拡大だとその理由を説明した。小泉首相は、 同日夜の記者会見で、皇室天搬改正の方向で、すでに準備に着手していると述べた。11月24日、有識者会議は、象徴天皇制の安定的な維持のため、皇位継承資格を、女性や天皇、皇族の女系子孫に拡大することなどを求める、最終報告書をまとめ、首相に提出した。同会議では、 旧宮家の男系男子を皇族の養子とする案について、どの方の養子となるかにより、継承順位が変わることになるので、当事者の意思により、継承順位が左右されることになる。どうしても当事者の意思が介在してしまい、一義性に欠けることになるなど、こういう継承の安定性の観点から否定的な意見が強く、また、男系の血統の保持についても、 男系男子だけによる継承が行き詰まるということは、はっきりしているなどの消極的意見が大勢を占めた。この報告書の背景には、女性天皇、女系天皇を容認して、皇位継承者の範囲を拡大すべきとする考えがある。この年の11月30日、男性皇族で最年少の文人新郎が40歳になり、30代以下の男性皇族が不在になった。 平成18年の通常国会において有識者会議での議論をもとに女系天皇への道を開くことになる皇室天般の改正が議論される予定であった。しかし、同年2月、文人新王妃、紀子の第三子会議が発表され、皇位継承問題についての議論は先送りされる。同年9月6日、秋篠宮日の子が第一男子の久人親王を出産。 これにより、後位継承問題についての大前提が変わることとなった。同時期、小泉純一郎首相は自由民主党総裁の任期満了と共に退任し、公認の安倍晋三首相は静かに慎重に論議していくことが大切だと述べ、有識者会議の報告書をもとにした、女系天皇の議論は白紙撤回された。平成24年、野田内閣は、 女性宮家の制度についての検討を行った。これは皇族の減少により皇室の活動に支障が発生するのを回避するため一般人と結婚した女性皇族が皇籍を離脱せず皇族の立場で引き続き公務を行えるようにするものである。この議論は野田内閣が年内に内閣総辞職したため本格的な議論にはならなかった。 平成31年3月20日、参議院財政金融委員会質疑において、大塚公平が、行為継承問題について、政府の方針を正したところ、安倍晋三首相は、男系継承が古来例外なく維持されてきたことの、重みを踏まえながら、慎重かつ丁寧に検討するという旨の答弁をした。また、東、国家の男系男子の有無の確認を質問された。 野村前宿内庁長,長官官房審議官は、子孫につきましては、具体的に承知していないと答弁した。令和元年5月1日、前日4月30日の天皇の退位等に関する、皇室天範独令法施行により、秋人は上位して、上皇となり、皇太子、成人新郎が皇位を継承してとなり、その弟の秋篠宮文人新郎が、皇位継承順位第1位となった。 翌令は2年11月8日、文人親王和律講師の例により正式に講師となった。令は3年3月23日、天皇の大位等に関する、皇室天板特例法案に対する付帯決議に関する有識者会議の初会合が開催された。メンバーは、大橋真由美上智大学法学部教授、清家厚史日本私立学校振興、共済事業団理事長、 富田鉄郎東日本、旅客鉄道取締役会長、女優で作家の中江由里、細谷雄一慶大義塾大学法学部教授、宮崎緑千葉商科大学国際教養学部教授の6人で、同日の5選により、政家が座長に選任された。政府高官によると、メンバーの選定にあたっては、皇室制度に強い主張を持つ人は避けたとされた。 首相の有識者会議と同時期、宮内庁においても、皇位継承問題について議論が行われていた。宮内庁案では、男系男子をもって継承することを原則とするが、やむを得ない場合のみ女性天皇、女系天皇を容認するという内容であった。有識者会議の結論に対して、言論会の一部からは、強い反発があり、特に女系天皇も容認しようとする。 同会議の姿勢に対しては、なし崩し的であるとの強い疑問の声も上がった。有識者会議には、単なる男女平等論調の観点から意見を述べた委員が複数存在したことも判明し、また、結論を急ぎすぎていると、同志心に対する批判も相次いだ。平成17年10月6日、皇室転換問題研究会が結成され、 男系継承の皇室の伝統を維持するために、旧皇族の復帰を検討するべき、現在の皇族の方や、旧皇族の方からも意向を伺うことが大事等の声明を発表した。同年10月21日には、女系天皇の容認に反対する皇室天半を考える会が結成された。これらの指揮者は、旧皇族の皇籍復帰によって、男系の高統を維持すべきだと主張している。 この数年間、行為継承問題についての世論調査は、全国紙や通信社、テレビ局等のマスメディアによるものに限定しても、計10回以上実施されている。その結果によると、ほぼ常に3分の2以上の国民が、女性天皇や女系天皇に賛成し、女性天皇への賛成は75%以上にも、なる。女性、女系天皇を容認する場合に、 男子と長子といずれを優先すべきかについては、前述のように意見が分かれている。有識者会議の報告書提出を受けて、毎日新聞が2005年12月10日、11日の両日に行った全国世論調査でも、行為継承原理について、女系も認めるべきだが、男系を維持すべきだを大きく上回っている。しかし、女性皇族は結婚後も皇族にどまるべきだと、 思いますか自分の意思で皇族から離れられるようにすべきだと思いますかとの質問については、自分の意思で離れられるようにすべきだが、皇族にとどまるべきだを大きく上回り、賛否の割合がほぼ逆転している。2010年、第125代天皇、秋人の即位20年にあたって、NHK が実施した皇室に関する意識調査では、2043人の回答者のうち、 女性天皇に賛成77%、反対14%で2006年2月の調査に比べて賛成がやや増加した。年齢別では若年層ほど賛成の比率が多かった。また、女系天皇の意味を知っているかという質問に対しては、よく知っている8%、ある程度知っている43%、あまり知らない33%、 全く知らない12%で、このうち、よく、ある程度知っている人を対象に、女系天皇を認めることの賛否を質問したところ、賛成81%、反対14%であった。2019年4月の時事通信の世論調査では、男系男子に限られている、現在の行為継承資格を、女系、女性皇族にも広げるべきかを尋ねたところ、 広げるべきだが69.8%だった。広げるべきではないは11.2%、どちらとも言えない、わからないは19.0%だった。また、同年5月1、2日に共同通信社が実施した全国緊急電話世論調査によると、女性天皇を認めることに賛成は79.6%で、反対の13.3%を上回った。以下、 行為継承をめぐる議論について、主な選択肢である、旧皇族復帰論と、女系天皇論との調書、短所の記載や、相互の比較を記載する。日本国憲法第3条、第4条には、天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を、負う。天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、 国政に関する権能を有しないとあり、天皇が政治的案件に対する具体的発言を公にすることは控えられるようになっている。皇族が発言することについて規定している法律はないが、憲法第4条の規定は皇族にも及ぶとの解釈が一般であり、皇族自身も戦後は政治へ介入することを極力避けてきた。そのため、皇族、ましてや天皇が 好位継承問題について具体的な意見を述べることは極めて少なく一部の皇族を除いては具体的な解決方法にまで踏み込んで言及することは避けることが多い。主な発言について時系列順に記載する。旧皇族は好位継承問題が議論されるようになった頃から皇室転換問題については一切意見を述べないことで意見を一致しており、 メディア等の取材に対してもノーコメントを通している。旧皇族の一員である武田久志康氏は旧皇族間での相談、許可の下で個人の資格において活動しているが、一般論としてと前置きした上で、その口頭断絶の危機に行為を継承するというお役目の歴史的な重さに比べたら個人的な欲望や野望など取るに足らない。 ちっぽけなものに過ぎないと思っていますと述べている。旧皇族以外にも、男系の子孫は数多くいるが、その中でも18世紀の関白、高塚佐助平は、官員の宮家から、高塚佐家の養子として、親戚降下しており、現皇室との男系の近さでは、旧皇族よりも近い。河野太郎衆議院議員も、皇位継承問題の中で、皇族復帰の検討の必要性を、 自身のブログで訴えている。多くの功績復帰賛成論者が、鉱別設計を退りける理由は、以下の2点である。特大事家系図高千穂家系図大後家系図公室では、長らく、日本独自の一夫多再生であった、側室制度が認められていたが、近代になると側室は減り、戦後は完全な一夫一夫制によりこれを認めなかった。そして、 このかつての側室制度を復活させることにより、行為継承問題についての問題が緩和されるのではないかとの議論が一部存在するが、現在の日本では側室制度や一夫多再生が制度化されておらず、さらに今回の恋愛そのものに対する世論の反感が大きいことから賛同者は少ない。ただし、即質復活の論議に関わらず、今日に至るまで日本の皇室において、 被着室氏の相続そのものが認められていない。この制度は明治以降に導入されたものではなく、戦後に初めて導入されたものである。そもそも即室制度は明治以降の皇室転半に明記されたものではなく、被着室の男子においても、行為継承権を認めることにより、間接的に許容されたものであった。一方で民間においては、2013年12月の、 民法一部改正までは非着出子の法定相続分を着出子の2分の1とする規定が設けられていた。しかし、この規定については2013年9月4日に最高最大法定によって意見判断が下されたことにより、相続差別は意見として法改正がなされている。しかしながら、皇室においては即出制度と切り離せない。 非着室死の相続規定においては、議論が進んですらいないのが現状である。また、日本では、不死関係は、認知による、関係構築が、DNA 鑑定などの科学的な親子、関係証明に優先されるため、父親にあたる皇族の認知関では、血縁上高等でない人間が、後位継承者となる恐れが存在する。ありがとうございます。